地図海ン市はベトナム北部の都市。ハノイ市、ホーチミン市と並ぶ中央直轄市でベトナム北部最大の港湾都市である。全市面積1503平方キロメートル、市区面積は1.7%を占める。人口約202.8万人、市区人口は約50万人である。行政区域は市区7区、郊外県8県となっている。 高河河口日し首都ハノイから約1 0 0トルの位置にある。欠片の気候区分では、温帯等気象雨気候に区分される。冬から春にかけては、日照時間が少なく曇りがちであり、肌寒い日が多い。一方で夏は日照も多く気温が上がるが、モンスーンの影響等で、降水量が多く、高温多湿な季節である。ハイフォン氏は、以下の行政単位に区分される。 1920年のハイフォン古代には、偏僻な商業村に過ぎなかったが、10世紀頃から海上交通が始まり、15世紀には外国船も往来するようになった。1870年、現朝はこの地に鳩場を建設し、外国船と交易できる商館を設置、同時に解剖のための兵力を駐屯させたので、いつしかハイフォンと呼ばれるようになった。 1881年10月、台風によって、ハイフォンとその周辺は甚大な被害を受け、ハイフォン台風と呼ばれるようになった。1888年7月、普通インドシナ植民地政府の下で市に昇格し、フランス海軍の極東最大の基地として、また、本芸石炭の輸出港として発展した。1955年5月、最後のフランス部隊がハイフォンを出港し、 植民地時代は終わる。しかしベトナム戦争では、1964年以降、しばしば米軍の猛烈な空襲を受けて破壊され、戦争末期には航空機による機雷封鎖によって大きな被害を受けたが、戦後工業都市として再建された。1993年、ハイフォンはベトナム最初の輸出加工区として認可され、香港などから投資を集めて、 輸出基地として発展している。2007年、ハイフォン市人民評議会は、キエントゥイ県の行政地域を変更し、新たにズオンキン区とドーソン区の2つの区を設けた。ハイフォンは、ベトナム周辺県において特筆される、ベトナム北部の重要経済中核の一つであるとされる。フランス植民地時代には、サイゴン及びハノイと並んで、 1> 第1級都市とされており、19世紀末にフランスはハイフォンをインドシナの経済首都にすることを考えていた。ハイフォンは北ベトナムで第2の工業地帯でもある。2007年にはコーガデルタの GDP の内ハノイについで2位の11.8%を占め、工業部門でもビンフック賞に次ぐ2位で10.6%を占めている。また、 甲がデルタにおける重要な米の産地であり、漁業でも4番目に大きな漁場を持つ。また北、ベトナムにおける重要な港町として知られるため、サービス業が大きな割合を占め、地域の貿易にとって重要な位置にある。2007年の貿易額は輸出で12億6千万ドル、輸入で15億5千万ドルである。2013年、市内のディンブ工業団地で、 新越化学工業のレアアース磁石、原料生成工場が稼働開始した。2019年、丸亀製麺、ビンコムインペリア店がビンコムインペリアへ出店した。2020年、ホテル日光ハイフォンがイオンモールのベトナム6号店、北部、高賀デルタ地方ハイフォン市では初として開業した。また、丸亀製麺、イオンモールレイチャン店が出店した。 主要工業団地主要企業配本校のターミナルの一つチュアェコンテナターミナル。ありがとうございます。